昔々の話、天の川を境にして会えなくなった織姫と彦星は、7月7日の七夕の日にだけ天の川を越えて年に一度の再会という願いを叶えました。今ではこの季節になると、二人みたいに願いが叶いますようにと自分の願いをかけるようになりました。皆さん、願い事はありますか？今日は皆さんもこのメディテレーニアンハーバーでミッキーたちと一緒に願いをかけてみましょう。
星に願いをかけよう。いいかい、心に願い事を思い浮かべて空に向かって願いをかけるんだ。みんなで願って空の向こうの星に